こんにちは。代わって高知からお伝えします。中東バーレーンの大学から2人の医療関係者が南国市の高知大学医学部を訪れ、現在研究が進められている最新のがん手術などを見学しました。高知大学医学部を訪れたのはいずれもバーレーンの大学。こんにちは。今年3月に高知大学と国際交流協定を結んでいるバーレーンの大学の医療関係者ががん治療の先端医療を取り入れようと大学病院を視察しました。視察に訪れたのはバーレーン医科大学の医師とアラビア湾岸諸国立大学医学部の教授です。高知大学医学部ではアミノ酸を使ってがんを光らせることで小さな予定しているアラビア湾大学のジアド教授の2人です。はじめに2人は高知大学の橋本義明医学部長らと挨拶を交わした後、9年前から高知大学で取り組まれている蛍光内視鏡を用いたがんの手術について担当者から説明を受けました。きちっと決めずに生検などをしていたのが、実際こういう赤いところをきちっと見つけてから生検することで、その取ることの正確さというものがより平成16年から世界に先駆けて研究しています。高知大学とバーレーン医科大学は今年3月に医学生らの国際交流などを目的とした協定を締結しています。2人は膀胱がんの内視鏡手術を見学し、先端医療への理解を深めていました。In Kuchi University, in the Department of Urology, in our university. And this probably will give us a credit to add it to our management for the benefit of our patients. 2人は10日まで高知に滞在し、高知大学の教職員と交流することになっています。従来の方法よりも 30% ほど抑えられるということで、2人は実際に蛍光内視鏡を用いた手術を見学しました。 This collaboration will allow us to extend the research on bladder cancer. Furthermore, not only in the diagnosis of bladder cancer, but also for the treatment of bladder cancer.And also in other aspects of medical fields. 2人は今月10日まで滞在し、高知大学医学部附属病院でこのほかの手術や医療設備などを見学することにしています。